7月の17日、午後15時35分2019年トヨタのカローラフィールダー、ご紹介させていただきます。グレードがですね、1点残ってて綺麗な外装ですね。丁寧な乗り方されてるんではなかったかなと思います。まあ、少し乾き図ですね、線気図ですねがありますね。ちょっとこちらかな、こちらにありますね。はい、ぐるぐるっと来まして、後ろの方に回っていきたいと思います。はい、バックドアの方ですね。バックドアの方もこちらですね、こちらに傷があります。はい、バンパーの下ですね、少し擦った、こちらですね、擦った跡ですね、擦り傷あります。あとはもう綺麗ですね、非常にいい状態を保っているんではないかなと思います。こちらのバンパーのところも少し擦り傷ありますね。はい、2個になります、お願いします。プッシュスタートです。距離が、8786km。 そして、こちらですね、バックカメラ、バックカメラ下行ってシフトの方行きます。シフト行きます。そしてこちらですね、装備ですね。はい、ハンドルの全体の画像になります。その他の安全装備ですね、装備ねをする、トヨタのセーフティーセンス C がついてますね、保ってると感じますね。はい、後ろですね、後部座席は綺麗ですね、使用感あまりなく非常に綺麗な状態を保っていますね。はい、前面いきます。前面の方も大きな汚れですね、汚れや損傷はありません。バックドア開けます。はい、荷室の方ですね、荷室の方はあまり使用感がなく綺麗な状態を保っているのではないかと思いますね。あとこちらですね、こちら側ですね、ちょっと見ていただき、ちょっと汚れですね、何かちょっと擦れた跡ありますのでとなります。はい、エンジンルームの方ですね。はい、早速ですね、ボンネットつなぎ目ですね、ボルトのと思います、大丈夫ですね。はい、その他フレームですね、歪み歪み修復した